射撃ならお任せを。マイラの思いとともに強くなれるはずだ。世界を変えるか。しやがった。
私はこう使える。回復する。刀の錆になりたいのかしら。ここは引く。潔く行け。潔く行け。潔く行け。我が力。
マユラの思いとともに。はっ！おりゃ！やっ！世界渡りするぞ。変化を見逃さないことね。なんだ？おい。こいつは。なんだと？お前か。ケン。死ね。Yeah!
頼む。何？ああ。行け。それが分かった。お父さん。おい。何を。さあ。あ、当たり前だ。そうか。ああ、来世は死ね。裏切りや悪意はどこからか湧き出して人の心を惑わす。切っても切っても、殺しても殺しても、迷いを断てば生きられると信じたはずのこの道を俺はいつまで進めばいい。いや、そうか。殺さなければ。なんだ、違う。
お前か。はい。そうか。それは。それで。ゾディア。あいつは僕を殺した。頼む、あいつを。わかった。やるぞ。潔く行け。
そこが移しようでないことも、自分が迷い糸になってしまったこともすぐに理解できた。それは私たちが望んだことだったから、喜ばしいことでもあった。しかし彼の姿はどこにもなかった。私は彼を探し、隔離用をさまよい始めた。来世と飛んでいく魂の光が闇を照らす不思議な世界。時折見かける迷い人たちは、みんな何かしらの思いに縛られているようだった。私は一つだけ恐れていた。思いを果たせなかった迷い人の行き着く先、その一つである魔物落ち。消えるのならまだいい。しかし何もかも忘れて、生者も死者も見境なく襲う魔物にだけはなりたくなかった。そういう惨めな最後を遂げる迷い糸を見かけるたびに、わずかに残された感情が締め付けられる気がした。はっ。
と強くなれるはずだ。世界を変えるか。違いがないか探してみましょう。世界を変えるか。世界の特性を生かせれば。違いがないか探してみましょう。終わらせる。敵にとって不利なのはどちらかしら。これが私の全て。世界渡りするぞ。敵にとって不利なのはどちらかしら。世界渡りするぞ。変化を見逃さない。よらば切る。世界渡りするぞ。変化を見逃さないことね。変化を見逃さないことね。
世界を変えるか。違いがないか探してみましょう。Huh.
するぞ。敵にとって不利なのはどっちかしら。くらえ！くらえ尽くせ！ここは引っ越し。潔く行け！くずす！逃がさない！潔く行け！敵にとって不利なのはどちらかしら。貴様、まさか。何？いや、俺はここで死ぬわけにはいかない。
何？そうか。あいつは。なあ、命って。動くな。なぜ？しかしまあ、おい、誰か。まったく。お前か。ねえ。それはね。いや。そうかい。いいのか。はい。わかった。
you